食べとりレオチャンネル。お正月に食べ過ぎた方へ送るデトックス玄米あずきがゆを紹介します。材料は玄米1カップ、あずき4分の1カップ、塩小さじ2分の1です。玄米を優しく洗います。拝み洗いを何回か繰り返します。手のひらで玄米をこすり合わせ、表面に傷をつけることで吸水を進ませます。土鍋に洗った玄米を入れます。水8カップを入れ、8時間浸水させます。浸水が終わったら軽く洗った小豆を入れます。蓋はせず中火で火にかけていきます。沸騰したら塩小さじ2分の1を入れて、蓋を閉めて弱火で60分炊きます。玄米が柔らかくなったら完成です。付け合わせにネギ味噌もおすすめです。食べトレシニアインストラクター川口ひろみがお届けしました。チャンネル登録よろしくね。